やると嫌な気持ちになるゲーム。はい。下も、やると嫌な気持ちになるゲームって書いてます。あ、ガメですね。やると嫌な気持ちになるガメ。はい。頭が虹色なのかな？いいヘアスタイルですね。ちょっと自殺しそうと、しようとしてる。開始。このゲームではいじめ、自殺、障害環境のことについて、かなりさ、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 
こやさんはやさんははははははは OK です。まあなんかその推奨してるわけじゃないよってことですね。うんうん、よくわかんない。よく見てください。なんだ、今回は本ゲームをプレイしてくださりありがとうございます。ああこちらこそプレイさせていただきます。今から皆さんに4つの質問をしていきます。2つの選択肢がありますので、どちらか選んでお答えください。君は誰だい？質問させてもらうよ。先に答えてくれないんだね。それらの質問はこの日本の中で起こっている問題です。何が正しいのかよく考えて回答してみてください。ちなみにこれプレイ時間 1,2 分 3,4,5 分って書いてた気がする。最後にもう一度言っておきますが、自殺、いじめ等の話題に直接触れます。このゲームはそれらの行為を助長、否定するものではありません。それらの行為に対しかなり嫌な見方をします。そういったことが苦手な方はここでプレイをやめてください。はい、ということでですね、このゲームに関してなんかそれは違うだろうとかそういうね、あーでもそれは違うだろうは分かんないけど、まあとにかくなんかこう、まあこのゲームを批判するね、アンチの方は、どうぞブラウザバックしてください。私を批判する分には構いません。まああんましてほしくないんだけどね。このテキストを読んでいるということは覚悟ができているということですね。それではぜひ嫌な気持ちになっていってください。俺はね、自分で言うのもなんだけどね、そもそも全部へーで終わらせられる人間だと思うから、だから俺はあんまそういう攻撃食らわないぞ。まあさすがに目の前で悪口言われた時はちょっと傷ついたけど、まあ、あ、なんだろう、妊娠してるのかな、お腹の子が障害を持っているようです。どうなんですかね。これ皆さんもね、ぜひ一緒に考えて、ぜひコメントしてください。はい、コメントしてね、皆さんのコメントね、今だったらほぼ 100% 見てね返信することできるんで、ぜひ皆さんの意見もコメントにお書きください。はい、まあ皆さんも一緒に考えてやっていきましょう。妊娠しててそのお腹の中の子が障害を持っていると、中絶するしないってあるんですけど、どうですかね、どうなんですかね、中絶したら、まあもちろんお腹の子は亡くなるし、母体の方もまあ傷がつくとは言いますよね。なんか傷がついて二度とこう妊娠できなくなるかもしれないと言われているけど、かといってで中絶せず産んだら障害を持って生まれる子がまあ苦労するって言っていいのか分かんないけど、まあ大変ですね。どっちだろうな、中絶どっちですかね。やばい、めっちゃやばいな、やりづらいな、ちょっとやりづらいな、ちょっとやばい、嫌な気持ちになってきた。すっげえ実況しづらいなーこれ。うわー、いや実況しづらーこれ。これやんない方がよかったかなーこれ。でも、どうなんだろう。中絶しないで産んだとしても、産んだ後、成長するのも大変だから、中絶した方が、中絶、俺だったら、こっちかな、こっちかな。ごめんなさい、わかった。目を閉じてやるわ。目を閉じる、あ、まあ、逃げたらダメだね。こういう問題は実際に起こってるから。じゃあ、中絶するで。申し訳ない。うわぁ、嫌な気持ちになる。うわぁ、そうか。
障害を持っていようが命は命なのに、障害を乗り越えて素晴らしい人生を送れたかもしれないのに。なんだかかわいそうですね。ああ、嫌な気持ちになるな。これ実況してよかったのかな。友達がいじめられています。友達がいじめられています。助ける助けない。まあ綺麗事言うんだったら助けるですね。だけど多分実際現実世界で友達がいじめられててもほとんどの人は助けないでしょうね。けどまあ個人的な意見を述べるのであれば、俺はぶっちゃけいじめられる側の人間だから、まあ別に友達をかばって俺がいじめられようと別にまあ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 、いじめ、そもそもいじめ受けたこと多分ないわ。あのもしかしたら裏で陰口とか言われたり、あの裏のグループ作られてるかもっていうね、あの怯えはあるけど、まあ別に俺が気づいてないから別にいいかなって思ってるわ。どうなんだろうね。実際本物のいじめ受けたことないから何とも言えないけど、まあ助けられるのならば助けたいね。いやこれもダメな、これでも嫌な気持ちに、あ、助けた結果あなたまでいじめられるようになってしまいました。あ、俺もいじめられるんだったらちょっとダメだったね。彼がいじめられなくなればよかったんだけどね。暴力を受けたりみんなから無視されるような日々、得たものは満足感だけでした。助けるほどの価値はあったのでしょうか。いや、その満足感得られただけでも価値じゃない。やっぱ人生自分のやりたいことやった方がいいよ。人に迷惑のかからない範囲でやりたいことをやるのが一番だと思うわ。満足感得たくて助けたんだったらそれは本望だ。なんか嫌な気持ちにさせてくるな。だし実況しづらいな。あの中絶の問題が一番やりづらい。友達が自殺しようとしています。止める。あ、でもなんだろうね、どうなんすかね。友達が自殺しようとしています。これはやりづらいな、とてもやりづらいな。まずい、やりづらい、このゲーム実況しづらい。なんか笑わそうとさしたらさ、なんかこう視聴者からさ、なんかこうお前ふざけんじゃねえとかさ言われるしさ、逆に真面目にやってもさ、結局これどっちもなんかあれじゃん、止めてもなんか本当は辛いのになんで止めたんだとか言う人もいれば、あの止めなかったらなんで殺したんだってなるしさ、難しくない？まあ人間多様的な生き物だから、まあ止める人もいれば止めない人もいる、中絶する人もいればしない人もいる、いじめを助ける人もいれば助けない人もいる、まあそれが人間ですからね、仕方ない。俺は止めるね。生きてりゃなんとかなるさ。あなたは自殺を止めました。やめとけ、元気出せと。いや、そんなやめとけ、元気出せではないね。そんな言葉ではやらないわ。3日後彼は自殺しました。この世の全てを恨んで。まあそこまで自殺したかったら、いやもう死んじゃったんならもう、まあ悲しいわ、悲しいわ、悲しいわ。実況しづらい。あなたの兄は植物状態になってからもう5年です。なるほど、兄がね。楽にしてあげる。これはまあ多分もうそのなんだろう、手術っていうかそういうね、それをもう全部なくして、まあ楽にさせる。でこっちはそのまま、まあいつか目覚めるってことを信じてそのままにしておくかな。で
でも助けられる命は助けたいのが医療従事者。わからん、俺医療従事者じゃないからわからんわ。すまん、今医療従事者を語ってしまった。本当に申し訳ありませんでした。まあコンビニ店員としては、まあいつか目覚めることを信じてそのままにしておこうかな。あなたは兄をそのままにしておきました。しかし兄は苦しんでいました。病気にも、いろんな人にも迷惑をかけていることにも。あなたは兄にそれを続けさせるんですね。めっちゃ嫌な気持ちにさせてくるじゃん。うわぁ、マジか。めっちゃ嫌な気持ちになったし、めっちゃ実況しづらいんだけど。質問はこれで終了です。お疲れ様でした。選んだ答えから考えると、あなたはなんすか、最善を。めっちゃ言われた。うわぁ、最低の人間扱い。うわ、本当にやると嫌なゲームになるなぁ。わぁ、すっげぇ嫌な気持ちになったなぁ。じゃあもう、ちょっと、最悪な気持ちになったんで、終わります。